2020年8月、いつもと違う夏が来た。関東甲信では8月に梅雨が明けるのは13年ぶりだという。本来ならば東京2020オリンピックが開催され、日本は活気に満ち溢れているはずだった。しかし新型コロナウイルスの影響で僕たちは自粛を余儀なくされた。中止された花火大会、帰省できないお盆、遊びに行けない海水浴場、夏がこれでいいのかと疑問に思いつつも、月日の流れは止められない。うちのコロちゃんの頭ドリルと足伸ばしさえも止めることが僕にはできなかった。暑さとの勝負に勝ち、犬の散歩から帰宅した。そして冷蔵庫を開けると見覚えのない箱がそこにはあった。何これ。恐る恐る僕はその箱の中身を開けた。ご挨拶？どういうつもりだ？ご挨拶？白い包装紙を剥がすと、そこにお目にかかったのは国産黒毛和牛だった。あら、何これ？国産黒毛和牛？僕は思わず周りに誰もいないことを確認した。家族は出かけている。しかし、念には念を。俺は今から犯罪行為をする。そうと決まればスーパードライ。君に決めた。対戦よろしくお願いします。白米はある。慣れない手つきで肉の包装を剥がしていく。まずは下準備からだ。肉を一枚一枚丁寧にさばいていく。圧倒的重量感。思わず手が麻痺してしまいそうになった。勝負はここからだ。カスカベ防衛隊ファイヤー。男の戦いのゴングが鳴った。ルビーのように輝く赤身肉。肉の脂身が勢いよくフライパンの上を駆け巡る。しかし、しばらく経つと、どうした？さっきまでの勢いは？夏が始まった。合図がした。ビールがキッキリ冷えてやがるよ。初手、エバラ焼肉のタレ、黄金の味、中辛。ご飯にちょっとかける。肉をバウンドさせ、一気に流し込む。うまい。うまい。うますぎる。犯罪的うまさだ。気づくと僕は理性を失っていた。箸が止められなくなってしまっていたのだ。ああ。理性が戻った時には第2回戦が始まっていた。今度はどう調理してやろうかな。調理中の水分補給も欠かさない。調理したフライパンの上には肉の油がまるで海のように広がっていた。今年はこの油の海で遊ぶことにしよう。第2陣いただきます。夏の夕暮れ、日暮らしが鳴く頃に僕は肉を頬張る。レモン汁で味変します。よいしょ。犯罪的、革命的うまさ。うまさの中に極みあり、そこに愛はあるんか。酔いが回ってきた。アルコールが体中を駆け巡る。そのせいか手を止めることができなかった。うまい、うますぎる。その手は止まることなく、思わずご飯をかき込んだ。ビールが進む。
最後の一滴まで浴びるように飲み干した。家族の分も残しておいてやろう。俺の夏はまだ始まったばかりだ。はい。くっそ、もう一度解きます。チャンネル登録よろしくお願いします。